どうもアヌビスです。今回ご紹介するのはパイロットの新商品になります。10月からのパイロットの新商品ラッシュは凄まじいですね。最近パイロットの商品ばかり紹介しているような気がします。今回の動画の流れはこちらです。まずはパイロットについて簡単にご紹介した後、商品の基本情報、次に使用した感想、最後にまとめとなっております。サムネにもあるように、今回のペンは2022年の11月にパイロットから発売された木軸の多機能ペンになります。実際に使用してみていいところや気になったところは、使用した感想の項目で自分が感じたまま正直に解説していきますね。本題に入る前に、ヒーロー TV では新商品から定番や廃盤のペン、万年筆や木軸、ペンケースなんかもメーカーに忖度がない徹底レビューをしていますので、文房具に少しでも興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまずパイロットについて簡単にご紹介させていただきます。パイロットは1918年に並木製作所として創業。当初は万年筆製造メーカーとして世界各国から注目を集めていました。その後1960年に総合筆記具メーカーへ幅を広げ、ステンレスチップを利用した世界初の 0.5 ミリ極細字用のボールペンの製品化や、世界初のキャップのない万年筆の発売、3つの機構が1本になった多機能ペンも世界で初めて発売するなど、短時間で語ることができないほど数々のヒット商品を生み出し、業界を牽引してきた会社です。そんなパイロットから発売されたのがこちらの商品、レグの2+1。購入時はこのようなパッケージに入っていました。表と裏に穴が開いていて、軸の雰囲気を確認できるようになっています。レグノはシリーズ展開されていまして、これまでシャーペンやボールペン、三色ボールペン、多機能ペンなどが発売されています。僕が所持しているのはこちら。今回購入したカジュアルなものとは違い、落ち着いた雰囲気のシャーペンと三色ボールペンです。見た目の雰囲気は結構違いますが、同じシリーズの商品です。レグノはイタリア語の森林、材木という意味の単語レグノに由来しています。軸に木材を使用し、木のぬくもりを感じられる筆記具のシリーズなんですが、こちらの軸には樹脂含芯革材が使用されています。樹脂含芯革材とは、木材に圧力釜で樹脂を含ませ、何層にも重ねて熱圧形成した素材です。一方こちらの軸には北米産のハードメープルが使用されています。実際にはハードメープルという木はありませんが、メープルの中でも高度が高いシュガーメープルやブラックメープルなどのことをハードメープルと呼んでいます。過去のレグノには稀にチヂミ木やバーズアイなどのレアな木のものがランダムで売ってあることがあったので、好きな方は文具店をはしごして探したりしてましたね。今回もそういった木はあるのでしょうか。僕も店頭で購入する際に気にして見ていましたが、そういった木とは出会えませんでした。それでは開封していきます。こちらがレグの2+1。 0.7 ミリの黒と赤のボールペンと 0.5 ミリのシャーペンが搭載された多機能ペンです。価格は税込み2200円。商品リンクは動画の概要欄に貼っておきますね。実際に手にしてみて感じたのですが、軸が太いですね。そして軽い。こちらは複雑なコブのような妖艶さはないですが、シンプルで美しいです。空張りは木目、ブラック、ネイビー、グレーの4色展開。僕は一番木を感じられるナチュラルな木目を購入しました。軸にはレグのパイロットジャパンと印刷されています。口金とノック部はマットブラック。またノック機構はスライドレバー式となっていまして、非常にスムーズに切り替えが可能です。シャーペンに切り替えた際のノックはこちらが全体的に沈み込む構造となっています。
クリップは柔らかめです。重心は中央付近。レグの2プラス1は全長148mm、質量 19.6g、軸径が最大 14.9mm となっております。それでは実際に書いてみたいと思います。初期リフィルは 0.7mm のアクロインキー BVRF8F です。まず黒から。相変わらず滑らかです。次に赤。かすれもなく色もとても濃いですね。最後にシャーペン。こちらの書き味も悪くないです。それではレグの2プラス1の良かった点から。まず見た目ですが、モダンな雰囲気でいいかなと感じました。これは好き嫌いが分かれると思いますが、画像で見た限りではなんかバランスが悪いような印象を受けていました。しかし実際に手にすると、他のカラーと比べてもやはりこちらの木目は着色されてない木そのものということもあって、自然のぬくもりを感じますし、曲線的で愛着が湧きやすいデザインだと感じました。次に書き心地がいい。やはりアクロインキは僕の中で最高です。この色の濃さと滑らかさはとても心地いいです。そして握りやすくて書きやすい。こちらはピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 です。このペンのグリップ部が 13mm と太めなんですが、実はレグノもグリップ付近はくびれていて 13mm になってるんですよ。これくらい太い方が太軸好きの僕としては握りやすいですね。多機能ペンでも細くできる技術があるにもかかわらず、あえて太くすることで木をより感じられるし、安定感があり書き応えのある筆記が可能となっています。この太いグリップも好みが分かれると思いますが、このパイロットならではの挑戦が僕はとても好きですね。それからペン先のブレに関してはかなり最小限に抑えられているのではないでしょうか。全くないわけではありませんが、許容範囲内です。あとこのスライドノックの感触が心地いい。こちらはシャーペンのノックも兼ねて全体的が沈み込む構造になっているのですが、ここのくぼみがポイントですね。ボールペンをスライドノックした際にレバーがここにはまりフラットな状態になるんですよ。ここが気持ちいいですし、ノック感が非常に滑らかです。この辺りが特に僕のお気に入りポイントですね。次に気になる点ですが、軸のロゴ、こちらが印刷になっているのは残念でした。印刷だと長く使ってると剥がれてくるので、できれば焼き印とか剥がれないようにしてほしかったです。気になったのはここだけです。今回はパイロットの新商品レグの2プラス1のご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。やっぱね、今回も改めて思いましたが、パイロットの筆記具は本当に好きですね。ありきたりなものがないというか、開発費を抑えつつその中で毎回新しい挑戦があって、なおかつ完成度が高い。他の大手メーカーのように時間と開発費をある程度かけて新しい機構を複数搭載したペンを発売したりするのもすごいとは思いますが、それでも新しさってあんまり感じなかったりするんですけど、パイロットは目の付けどころが違うんですよね。今回のレビュー動画作成で改めてコストを抑えてこれだけの新商品を立て続けに販売できるパイロットの商品開発力と販促力の凄さを感じられました。
おそらくまた近いうちにパイロットの新商品がご紹介できると思いますので、楽しみにしていてくださいね。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。